バルチャーだろ、おめえ。バルチャーだろ、おめえ。僕はただの血に植えたクルーですよ。血に植えてんじゃねえよ、おめえ。よし、これでいくか。すげえ、バルチャー面白そう。いいな、面白そう。でも俺、配信上、マジ、配信するとね、ほんと、出ないんだよ。当たんないんだよ。引けないってことですね。引けないってことですね。マジで引かない。はい、それでは、いきましょうか。大丈夫ですかね。はい、お願いします。はい、お願いします。よっしゃー、俺が、俺が、僕ねって普段こんなに向かうんだ。よし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 。ナイスでーす。マジでうるせえ。いや、うるさくてすみませんですからね。あ、ごめんごめん。ちょっとじゃあ、ああもう最悪、俺設定変えてなかったわ。ああはい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 。仕方ないっすけどね。ちょっと続けない？ちょっと続けよう。いいっすよ。はい。何が入ってるか内緒にする。内緒にするパターンでしょ。じゃあ。約束不明ですか今回。オッケーです。よしよしよし。バリューパック。あ、たまになんかそういうのもありだな。そういう試合もありだ。あ、面白そう。普通に。何が入ってるかわかんない。何が入ってるかわかんないで始めてもね。役職を全部 50% とかにしてやるとかね。ああ、そうだね。あー、シャッフルみたいな。確かに。それ面白そう。よしよし。聞いたからね。本当にやった。あの、かもつさんだ。よいしょ。お疲れちゅう。あ。ねえ、しっかり。さっきいたのに。え？あら？え？あれ？え？ピンク組全滅してるんですけど、悲しい。うわ。なんてこったい。今目の前で。今。え？しゅうねさん。目の前。目の前で。あ、やってました。そういう感じなんだ。オッケーです。多分4人いたんですけれど、突進さんとしゅうねと番長とあともう一人最後来たのって。あ、ケイスケでやんす。ケスケさんですよね。で、私はあの突進さんはやってなくて、最後に来たケスケさんも無理で、おそらくオレンジの番長がパシッ。ああ、番長さんがやったんですね。番長さんだ。階段登ってましたよね。が切って登ったと思いました。そうですね。いや、違います違います。私はそう見えました。登ろうとしたら切れた。それこそ左ですよね、これ。はいはいはい。右直してる俺見てくれてる人います。あ、僕見てます。中野内さん後ろ出せます。中野内さんアーカイブで最後会いましたね。そうそうそう。見ました。テレブの呪縛じゃねえか。あ、可能性ある。ああ。あるであるで。呪縛。でもあのこんなこと言ったら不遂かもしれないですけど、階段登ろうとしたら切れちゃう。いやだから階段登ろうとしたら切れたんですよ。ボタン間違えたってこと？いや違います。階段登ろうとしたら切れたんですよ。あの僕目線でも番長さんはもう階段登ってる時にバスンってなってましたね。え、そのなので死体は立ってた？死体、いや僕のは立てたんですけど。おい、やめろ。おい、トッシー、あの、これドアみたいな感じですか、これ。ちょっとバカ野郎、この人バカでしょ。キッチン下位説ありますね。ロウさんです。僕、足が立ってたってことです。足が立ってたってことですからね。ワンの早っ。チョンペンポン。これ、多分チョンペンポン早く終わったんで、僕
多分エンジニアだと思います。何でしたっけ、エンジニアか。エンジニアがいるのか。エンジニア。エンジニアがいるのか。エンジニアだと思います。そうです、周年エンジニア。なるほどなるほど。突進番長が2号で、あら。に囲まれてたから、番長がブンってナツピョンさんに言って。ゲッサー撃っちゃえよ。あら。ゲッサーいないの？撃っちゃえなよ、突進さん。ラインが繋がってんなら、インポスターあるよ。いねえよな。僕インポスターじゃないですよ、クルーメイトです。じゃあ僕シェリフなんで突進さん撃ちますわ。おお、いいっすね。やめてください。いいっすね。コックピット着なよ。大丈夫だ、ドラゴンボールで読み上げて。コックピット着なよ。よしよし、コックピットでやり合いますよ。怖いな、行きます。おいおいおい、突進痛い痛い痛い。行きましょう。やろうぜ。怖い怖い、もうやり合ってんな。落ち着いて、もみんな落ち着いて。あ、年の痛い痛い痛い。それでも、これだけ。僕を殺してください。いや、ちょっと待って。お、ナイス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 。え、あれあれこれ、どうなんすか、これは。え、あれ、え、今、目の前に自爆しましたよ。ちょっと待ってね。自爆したんすか、今のって。ちょ、どっちですか。今、はっちゃんさん、最後、ゴクーって言って、弾き飛びました。ちょっと、どっちなんすか今の。ちょっと待ってください。ちょっと待って、ごめんなさい。完全に指示目線の話になるんですけど、はい、突進さん切るの時スッてワープして見えたんで、なんか私突進さん来たのかなと思った。いや微妙。なんかいいですか、米将軍発言して。おお、はい、ちょっとこれバッチャの劇場版でして、これはあのはっちゃんさんと僕は結託していたというか、まあ固い絆で結ばれていましてですね、まあ、僕がはっちゃんさんにまずもう出た瞬間に、僕シェリフなんですよ。僕がシェリフなんですよ。おお、あー、はい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 、米将軍が真のシェリフで、でシェリフなんですよみたいな話をしたんですね。はいはいはい。ほんなら突然前のターンにはっちゃんさんがシェリフだとか言い出して、まあそこら辺からちょっとよく分からなかったんですけど、何を考えてるのか。はっちゃんさんが多分はっちゃんのアーマーのつもりだと思いますね。突進さんが自爆したっていうのが嘘になるので、突進さんが言わないとダメです。はっちゃんさん、ありがとう。突進さん釣りで米将さん番長キリスケさん、考え直してください。後で甘ギフ送るんで。今までありがとう。お疲れした。はっちゃんさん、ごめん、なんか、はっちゃんさんのシーンを全くなかったわ。見ときまーす。誰か。今の何？確かに殺し合いが見たいとか、殺し合い大きいぜ。バルチャーだろ、おめえ。バルチャーだろ、おめえ。僕はただの血に植えたクルーですよ。血に植えてんじゃねえよ、おめえ。カメラ見ます、カメラ見ます。エンジン。番長いる、番長いる。下下ですか、下。はい。最後失敗。食ってるやつだわ。やばいやばい。いや、食ってない、食ってない。誰か死ね、誰か死ね。あ、死んでる。なんかあっちこっち。あれ？あれ？あれ？嘘？意味が分かんないですけど、どうなってんですか。あれ、米さんもいない。え、これ、あれ、米さん食われてんね。メインで死んでました。メインで死んでました。これそしたらもう僕ですね、大根さんがもう米食べてる。米将軍さんは僕のことを噛んできたんですよ。で、あ、噛んで自滅して死んだのか。死体が上がって、内子さんがその死体を食べて、あ、そういう風に見えるってことか。そうなってます。でシェリフに突進されたっていう。そうです、突進されて近づいてきて、しばって死んで、なんで通報しなかったんですか。リアクターなってたからです。リアクターが消えたから。リアクターなってた。通報はいけるんですか。通報すれば強制的にリアクターなくなるから。だから違う。ごめんなさい、私は番長釣った方がいいと思います。これは多分番長さん食べて弾けたんなら。死体が上がって、で死体を誰かが食べたんだけど、それが内子さんか松さんのどっちかっていう話ですよ。でもセリフが噛んだなら、俺通報してます。うんうん。これじゃないと思うな。
カルチャーなんだよな。でもだってうるさい、うるさい、俺だ、声のボリュームがすごい、声のボリュームがすごい、今鳴らすんじゃねえよ、今鳴らすんじゃねえよ、今鳴らすんじゃねえよ、おい、やめてくれ、やめてくれ。あー、最悪、最悪、最悪。最悪、最悪。なんで俺が報告したのかというと、いやマジで、はい、あのね、俺キッチンから弁当で、てかね、もう矢印がついててオレンジのマークの、はいはいはい、うん、右上にあるなと思ってキッチンからメインの、弁当行ったんですよ。でそのところにもあったから、わっあったと思って食えるって思ったら押したのが報告ボタンだ。めちゃくちゃ面白い、バルチャーにも最初からいや面白かったな今の、めちゃくちゃ面白い。